コンポーネント端子。コンポーネント端子、または、色差端子とは、コンポーネント映像信号で記録、または受信する、映像機器において、そのままアナログ連想するインターフェースである。端子は、RCA 端子と同じ形状で、YBYRY の3つの端子がある。Y は、輝度、同期信号、BY および RY は、色差信号である。 また3つの端子はすべて同型上であるので、接続の便宜を図るためケーブルやコネクタは、Y を、緑、BY、CB、PB を、青、RY、CR、PR を赤と色分けしている。また業務用ディスプレイのコンポーネント、映像入力端子は、RCA 端子ではなく RGB 入力と、兼用の3バイト NC になっている場合がある、市販の変換コネクタにより対応。 ハイビジョン受信機と周辺機器との相互接続 JEITACP-1213 に基づいた規格。ハイビジョンテレビなどで使用される従来に比べて高品質な映像信号分離合成などの余分な過程を減らて信号の劣化等を極力防ぐ目的でコンポーネント映像信号をそのまま伝送できる良子の映像端子が使用されたこれはミューズによる ハイビジョン放送開始から使用されている。480i 相当の映像には対応していない。ミューズデコーダ内蔵ハイビジョンテレビもしくは、ハイビジョン入力に対応した、テレビモニターとミューズデコーダ W、VHS デッキハイビジョン LD で、それぞれとの接続用に装備されているのが見受けられる。BS デジタルチューナーでも 1080i 固定出力で、あるものは YPB、PR 端子となっている。 1080i の固定出力に対応したデジタルチューナー STB や PS3 などをミューズ時代の YPB、PR 接続すれば画角が若干変動するものの構成サイドで視聴できる。北米など海外では YPB、PR とだけ表記されていることが多い。480i、P や 576i、P 相当の映像を伝送できるものを含めてである。 また、日本においても、海外メーカーのものは YPB、PR 表記となっているものがある。1996年11月、DVD、ビデオプレイヤーの登場により DVD 向けの色彩端子、またはコンポーネント映像端子が登場した。初めて色彩端子を搭載した SD-3000 には YCBCR 表記の色彩端子が搭載され、 YBYRY 表記をした機種もあったが、基本的に DVD480i の色彩端子は Y、CBCR 表記、ハイビジョン向け 1080i、1035i、色彩端子が YPB、PR と表記されるようになり、メーカー各社のホームページでもそう説明されている。1999年10月からプログレッシブ色彩出力を搭載した。 DVD プレイヤーが発売されている。この 480p 相当の画質については Y, c b c r 表記のままプログレッシブ出力をしたメーカーと YPB, c b p r CR 表記をしたメーカーがあり、表記が分かれた。初のプログレッシブ DVD プレイヤーは YPB, PR の 480p 専用出力であった。現在では、 出力できる映像に関わりなく YPB, CBPR, CR 端子となっているものが多い。家庭用テレビでも色差入力端子において YPB, PR と YCBCR を切り替えられる機種も存在する。DVD では YCBCR に設定した方が良い場合があるからである。D 端子は日本独自のローカル規格である。 コンポーネント接続ではケーブルを3本接続する。必要があって接続が面倒になることや、識別信号の伝送ができないという弱点があり、D 端子が開発された。しかしコネクタやケーブルの構造から、信号の劣化が起こりやすいこと、特にある程度長い距離の伝送で顕著と言われる。などから現在でもコンポーネント端子の需要は根強く、高級機器では、 国内メーカー製でも D 端子を採用していないものがある。D 端子とコンポーネント端子の変換を行うケーブルやアダプターは各社から発売されている。なお D 端子もコンポーネント端子の一種とみなされる場合もある。アナログ信号であるため、A、X で制定されたイメージカンストレイントトークンにより2011年以降の BD レコーダープレイヤー。 薄型テレビなどの新機種は出力が SD に制限 D2 以上での高画伝送が禁止され2014年以降の新機種には搭載されなくなる見通しであるアナログ出力が全面禁止となるためこの理由により今後はコンポーネント端子は D 端子と共に発射され HDMI に位置化される可能性が高い薄型テレビ及び BD レコーダーの2011年モデルには D 端子およびコンポーネント端子を廃止した機種が登場。LDDVD 複合機において DVD ビデオはコンポーネント端子から出力できるが、レーザーディスクはコンポーネント端子から出力すると映像がモノクロになる機種が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。